ミエイクはミャンマーのタニンダーリ地方域の都市である。旧称メルギー。国の南端近くに位置しアンダマン海に面する。2014年時点で人口は28万4037人だった。ミエイクから内陸に向かう回廊は太陽国への密輸が盛んである。新本峠には国境管理所がある。11世紀から13世紀、ミエイクは パガン王朝の南端だった。1287年、パガン王朝は滅亡した。ミエイクはスコータ王朝が支配した。1564年、タウング王朝がミエイクを占領した。1593年、アユタヤ王朝がミエイクを占領した。16世紀には、ミエイクはヨーロッパ人との重要な貿易港だった。他人ダーリ地方域を横断して山を越えて、 アユタヤに向かった。1687年、タイイギリス戦争が起き、イギリスがタイから排除された。アユタヤ王のナーラーイは、イギリスのサミュエル・ホワイトに代わって、フランスのデボリガードを任命した。1688年、シャム革命によってフランスは、ミエイクから排除された。1765年、コンバウン王朝は、アユタヤ王朝に侵攻し、ミエイクを占領した。 1767年、アユタヤ王朝は滅亡した。1826年、第一次英明戦争によって、ビルマ人は、ミエイクを含むタニンダーリ地方域をイギリスに奪われた。第二次世界大戦中、日本軍は、現地人を刺激して、メルギー道を作った。連合軍の空爆で破壊された鉄道に代わる、撤退路を確保するためだった。ミエイクは、 熱帯モンスーン気候である。気温は一年を通じて暖かく短い寒気と長い雪がある。特に5月から9月は雨が多い。漁業の他に天然ゴムココナッツシュリンプペースト、縁のス養殖真珠が特産品である。三重区は800島に及ぶメルギー諸島への入り口である。島々の観光は船からの観察に限られており、自然の保護につながっている。 ミエイク市民の祖先は、ビルマ人やカキョウ、カレン族、インド人、モン族、モウケン族につながっている。彼らは独特の抑揚でビルマ語を話す。島に住むモウケン族は、海の流浪の民として知られ、マレーシアの島の民と関係があるとも言われる。ありがとうございます。